グルメは巡る。今回は私福本真子がリポートします。念願の初グルメロケということで楽しみにやってきました。今日紹介するのは高千穂町国道218号沿いにあるパンパレードさんです。パンパレード、どんなお店なんでしょうか。早速行ってみましょう。それでは自己紹介をお願いします、はい、佐藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、店内とても明るくてすごくおしゃれです。こちらのお店いつオープンしたんですか。はい、今年の4月23日にオープンいたしました。じゃあまだオープンしたばかりなんですね。はい。そしてまた店内に一歩足を踏み入れるともう美味しい香りがふわっと漂ってきて、はい、何を食べよう、どれを食べようと迷うんですけれども、はい、何種類ぐらいあるんでしょう。はい、バーガーの方が3種類とパンの方がだいたい30種類とあります。そんなにあるともう迷ってしまいますね。今日はじゃあおすすめの商品をいただいてもよろしいですか。はい、ぜひ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで早速商品をご準備していただきました。こちらは何というメニューですか。はい、こちらは高千穂牛バーガーになります。すっごいボリューミーですね。あの結構高さがあるように感じるんですけど、はい、どれくらいあるんですか。だいたい10センチ強ぐらいあります。へー、いただきます。うまっいやもう高千穂牛の甘さと肉汁がじゅわっと溢れてくる感じがすごく美味しかったです。そして最初にやっぱり高千穂牛に目が行ってしまったんですけど、はい、実は下の方にも具材がいっぱいぎっしり入ってるんですね、はい、ボリューミーでぜひこれ食べてほしいですね。続いての商品はこちらです。佐藤さん、これは何ですか。はい、こちらがアフォガードのエクスプレッソになります。香りがめちゃくちゃいいですね。これ香りだけでも美味しそう。それでは早速いただきたいと思います。とろとろ、まろやかなのにコーヒーのほろ苦さとちょっとした酸味みたいなのも感じられてすごく美味しいです。もう夏にぴったりの商品ですね。ちなみに他に夏に食べてほしい商品って何かありますか。はい、こちらが、一番食べてもらいたいいちごとかき氷となっております。すごい、見てください、めちゃくちゃ大きい。これちょっと待って、私の顔ぐらいサイズありません。これは上にジャムがかかってるんですか。はい、いちごのソースをかけてるんですけども、はい、このソースを手作りで作っております。自家製のジャムがかかったかき氷、早速いただきたいと思います。生のいちごも乗っかってるんですね。はい、すごい、いちごの酸味とそしてこの練乳がかかったかき氷の部分が相まってめちゃくちゃ美味しいです。これよく見てみるとピンク色の部分が見えますか。ピンク色の部分があるんですけど、中の方にもソースがかかっておりますので、はい、じゃあ掘って中が出てくる楽しみもあるんですね、はいはい、うんうん、いやこれ一人で食べるもよし、友達、そして家族、カップルで食べるもよし、いろんな楽しみ方ができそうですね。はい、そうですね、はい、いや佐藤さん、今日は美味しいグルメを本当にありがとうございました。こちらこそ。最後にテレビをご覧の皆さんにお店の PR をお願いします。はい、今年の4月にオープンしましたカフェパンパレード、ご家族の皆さん、お友達など皆さんぜひ食べに来てください。スタッフ一同お待ちしております。ぜひ皆さん店内で食べるもよし、そしてテイクアウトもできるそうですので、ぜひ高千穂に来た際はお立ち寄りください。パンパレードで皆さん待ってます。